い、皆さんこんばんは。レトロゲーム大好きハルマリことハルキマリです。本日はこちら、ボナンザブラザーズで、ね、遊んでいこうと思います。1991年に発売されていて、まあ、このね2人はそれこそ、タントアールとか1タントアールにも出てくるね主人公になるんですけれども、そのね正義のギャングが、出現、正義のギャングが主人公のね、はい、ゲームになります。スタート2人プレイが本当は楽しいんですけどね、いつも通り1人でやっていきます。うわーちっちゃー人人間ちっちゃー、音楽いい、そしてかっこいい。スタート一人でやります。あーステージ1、勝者ファーストターゲットエリア、あの4つを探せってことかな。よし、待って、あと開けた、よし危ない、よしゲットしたぞ。で、あの警官に見つからないように、警官がさ後ろを向いた瞬間にちょっと撃とうよ。あミスりましたね。やばい、タイムが早く後ろ向け、もう向くでしょ。よし行け、やりました。わお。で、あ上行こうか。うわ結構いんな、見つかんないこれ、大丈夫、見つかんじゃないこれ、大丈夫、危ない、 P 呼ばないで、危ない。あ、でもあそこにあるもんな。いや、こんにちは。こんにちは。ちょっとどいてほしい。すごくどいてほしい。あの、お目当てのものあるんですよ。え、やば、あっち行ってよ。行って。痛い。やば、これバレない。本当にバレてないこれ。めちゃくちゃ危ない状態だと思うけど。どうしようどうしようどうしよう、あやばい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 、ギャー、ちょっと失礼しますね。やばいよ、もう残機ないんだけど。わお、え、はい、こんにちは。ちょっとこいつめっちゃ嫌いなんだけど。やった、いや、うまくやったな。もう一回で、これ取って、痛い、いやん、惜しい。一人だとむずいな。二人でやりたいね。コンティニュー。とりあえずさ、ごめんね。めちゃめちゃピーって言われてるけど逃げるわ。あ、上に逃げるべきだった？あ、やべえ、めちゃめちゃ見つかってる。ごめんなさい。あん。むずすぎるけど、これ本当にバレないかな。結構危ない橋渡ってるよね。危ない。アイテムは全部ゲットした？いや、まだあるよね。よえい、やった、ちょっと寝ててもらって、よし、これで全部、よし、出口へ急ぎ。や、結構いたんだよな、あそこに人。虫、はや止まった。なんで？はや止まってるって。よいしょ。やばいやばいやばい。プンプンしてるもん。早く忘れないかな、私のこと。覚えてる？やだ。いつまで覚えた、痛い。当たっちゃった。もう一回当たっちゃったらもう無視して。やばいやばい。あいつに当たらないように避けて！よし、上行こう。もうどんどん。ごめん。もう上行くね。私はもう、出口に急ぐ。うわぁ、とりあえずギリ。楽しすぎる。第2、ライフ、ステージ2、ライフ号の家。5個ね。オッケー、金庫金庫。金塊金塊、なんか。邪魔だな。よし。やばい。めっちゃ、ちょっと、やめて。やめて。痛い！うわぁ。これなんか対戦、みんなでオンラインでやりたいね。
めちゃくちゃ楽しい。どこにあるんだろう。でこっちか。邪魔だなあそこの人。え？やめて、呼ぶのやめて。いた。結構もうダメだよ。そんな。怖い。怒ってる。バレた？ちょっと待って。ちょっとダンスに隠れてたからバレないかなと思っちゃった。そんなことないんだ。じゃあ上？どうしよう。早く出てこいよ。よし。で、こっち側に行って。バレた？なんだ、結構バレるね。ちょっと、難しい。マジでゲームオーバーめちゃめちゃなってる。楽しいんだけどね。ごめんごめんごめん。うわ、刺したあの人。いやあ。邪魔なんだって。向こう行ってよ。あ、やばいよ。やばいやばい。いた。なんなんこいつ。じゃ一回ちょっと私の宝物。あっち行ってよ早く。え、ここでも見つかる。なんなんだよ。やった。やってやったぜ、ついに。どこ？宝。あったあったあった、あそこか。よし。で、取ると。で、あ、かっこいい。めっちゃ楽しい、これ。痛い。やばい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 。ごめんなさい、ごめんなさい。痛い、危ないんじゃない？それ危ないんじゃない？痛い。ねえ。結構強敵いた。もう。何回牢屋に行くことになってるかよ。こいつは頭をやっといて、で、降りると。あと一個あるんだもんね。危ない危ない危ない。ちょっと、この人すごく嫌い。危ない危ない。よし。ちょっとあいつが後ろ見てる間にやってやりましたよ。で、出口へ急ぐと。出てくるでしょ？よし。ちょっと邪魔だな。で、上に行くと。よーし。この豪邸もやってやりましたよ。無事にではないけど。カジノでは4つ。よし、潰してやった、潰してやった、潰してやった。素晴らしい。で、この、これやばくないこれ。難しい。難しい。めっちゃ敵いるじゃん。警官が一番弱いじゃん。正直。邪魔、邪魔、邪魔、邪魔。撃ったでしょうが。撃ったでしょうが、私が。ねえ。はあ！はい、ということでですね。ゲームオーバーになってしまいまして、あともうちょっとだったっていうか、せっかくね、カジノまで行ったんですけど、カジノはね、ちょっとダメでしたね。最初のステージでちょっと死にすぎたっていうのがあるかなと思います。これ本当に二人プレイが一番楽しいんでね、あ、オープニングあったんだね。いつか二人プレイとかでね、遊べたらいいなとも思うし、オンラインとかでね、できたらめちゃくちゃ楽しいのになぁと思うね、やつでございます。ということで、本日はね、ちょっとご紹介っていう感じになってね、下手くそで申し訳ないんですけどね、楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ご視聴ありがとうございました。